当社はね、キャンピングカーをずっと作って販売をさせていただいております。今日はちょっと珍しいものを見ていただこうと考えました。従来からこういうキャンピングカーにはね、レカロシートを頑張ってつけてまいりました。これはね、実はキャンピングカーとしてのベース車両はトラックとかバンが多いですよね。そうしますとね、運転席っていうのは荷物を運ぶ人たちのためのシート、耐久力、乗り降りのための耐久力を重視したシートが多いんですね。ところがレカロシートっていうのは昔はレース用というふうな認識が強かったんですけど、実はドイツの医療機関が随分時間とお金をかけて開発したこういうものなんですよ。ですから乗り心地がいい、そして体に優しい、こういうものなんですね。そのレカロシート、ぜひご覧ください。はい、それではね、当社に梱包がつきました。メーカーからレカロシートの箱がついたんですね。これをちょっと開けてみましょう。これがレカロシートです。いつもこんな感じで段ボール箱に入ってまいります。これから作業を始めます。こんな感じです。はい、これがね、その車種に応じたシートレールです。これがね、実はレカロシートのシートレールです。ベースレームというんですけれどね、その車種ごとにシートをつけるためのアタッチメントのようなシートレールが必要になります。これがだいたい2万円、1万円台から2万円台後半ぐらいまでの価格で入手できます。開けてみます。この部分がスライドのレールのノブになりますね。ここにレカロシートの刻印が入っています。こういうふうな枠でほとんど作られていますね。このシートレールはレカロの純正部品なんですけれども、レカロシートのそのメーカーの純正部品がない場合は、まれに当社では外品ですね、社外品のシートレール、これもなかなか完成度が高いもので、こういうものを使う場合もあります。現在ね、シートレールをつけて配線をする準備をしています。配線作業というのはバッテリーから直接電源を引っ張ります。そしてリレーを働かせて大きな電気を動かすわけですね。そして車によっては例えばエアバッグであるとか、まあ、いろんな装備がついてまして、これの誤信号を発生させないような、そういう配線を送る作業をしています。その準備ですね。そしてこれはね、腰に当てるパッドなんですよ。人によってはさらにその腰の部分を盛り上がらせるためにこういうものが中に入っています。うまく使うとさらに快適なものになりますね。これはね、何なんでしょうね、これ実はすべすべなんですよ。これはね、実はシートのお尻、そのお尻の裏側と元々のその車両の表皮、そこの摩擦を防ぐためのものですね。すべすべなんですよ。今日の取り付けはこちらの、ほい、マツダの乗用車ですね。実はこのオーナーさんがね、昔当社でマイクロバス、バスコンを乗ってらして、そこでレカロシートにぞっこん気に入ってくださった。それで今回も乗用車にぜひ、こういういきさつですね。